からご紹介いたしますのは第一部最後の演目となります。ご覧いただきますのは熊本県よりお越しいただきました山賀灯籠踊り保存会の皆様によります山賀灯籠踊りです。和紙と糊だけで作った室町時代から伝わる国指定の伝統的工芸品山賀灯籠を頭に掲げ明かりを灯し優雅で美しい踊りを披露する山賀灯籠踊りは九州熊本県を代表する郷土芸能として広く知られています。毎年8月の15、16日には全国でも代表的な火祭りに数えられます山賀灯籠祭りが開催されます。幻想的な明かりの舞が観光客の目を引いています。この灯籠踊りを保存継承しているのが団体が昭和32年に設立をいたしました山賀灯籠踊り保存会です。それでは山賀灯籠踊り保存会の皆様の素晴らしいステージを皆様にご覧いただきたいと思います。皆様お願いをいたします。Oh,